おはようございます。釣り子 TV です。冬の釣りに向けて最強の武器が届きましたよ。これね、ぜひねご紹介したかったんですけども、まずはねこのねアンカーって書いてありますね。これはねまあバッテリー、そんでもってこれ冬のねちょっと防寒着をいくつかねアマゾンで注文してみたんですけども、実はね実際に使ったりもしているんですが、ご紹介ですということで、まずねじゃあこっちから開けてきますかね。これ開くかな、ちょっと結構ね頑丈な袋に入ってるんで、今こっからこう開けてみますか、ね、おーしゃ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 、きた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 。まずねこれ、あーこうねちょっとね読みづらい文字が書いてあると思うんですけども、まあ服ですよねってことで、これね実はね電気で温める防寒のこうダウンジャケット、これをね買ってみました。はい、ねえこれなんか最近広告とかついてきませんか、Facebook とか、まあ、Instagram とかねそういうので、で結構ね昔からこの考え方のやつっていうのはあったんですけども、どうなんだろうとかね半信半疑でねちょっとね手をつけていなかったんですが、実は会社の人が買ってね冬の外の仕事とかで使ってみたところ、めちゃくちゃあったかいよっていうことで、そんで借りてですね、自分も実際釣り場とかでね最近夜の釣りとかで着てみたらね、ほんとあったかい。こう内側がねこんな感じのね、なんか体の中の熱を輻射するような感じのねこういう風になっていて、でまあダウン素材になっていて、ここに何やらねボタンがついていて、でポイントはここね、ここを開けると、はい、これね USB 挿すようなこういったところがあるんですよ。で最初に紹介したこれアンカーのねバッテリー、これもねちょっと合わせて、まあ自分でもね持ってるんだけど、改めてね1個買いました。っていうのもまあ本来使ってるやつは結構ねカメラの充電とかでね使ったりしているので、これは足りないなーなんて思って、で自分はね結構このアンカーのバッテリーをね使うことが多いんですけども、まあシンプルで大容量で、比較的丈夫で、なんだろう使いやすいってことで、まあ早速これをつけてね差し込む。そうするとはい、電気が来たの、ここ光り出したの分かりますか。で青赤白ね、これで温度調節が、まあ白が一番緩めだよ、省電力モードだよってことで、その次に強いのが青で最強が赤で、ここのね背中のところに電熱線が入っていて、あとこの首周りね、ここら辺がこう、ああもうね今すごいねあったかくなってきたんですよ、こうじわーっとね。これによって首周りと背中周りを温めて、でこう冬の釣りでもねあったかく外に入れるっていうね、こういったダウンジャケットなんですよ。これちょっとねいろんなメーカーから出ているので、自分がねアマゾンで買ったのはこれですっていうのを今ね画面に貼り付けて見ているんですけども、まあ会社の人がね実際に買ってみて、で自分も借りて、あーなんかほんとあったかいなと思ったところのやつを、ね自分でもアマゾンでポチッとなして、あ今ねだいぶ暑いですけどね買ってみました。でこれがどこで効いていたのかっていうと、実は前回の小森カップ、まあ冷たい雨が降ってね、ちょっとねもう
死ぬかと思いましたってぐらい寒かったんだけども、実際にあのゲイリー山本のあの川辺プロとか、あと小森プロとかね、もちろん参加されていたんで、で帰着後にお話伺ったら、あんまりにも寒いんで、もうちょっと途中一回あのボートヤードに上がってあの暖を取っていたよなんてお話を聞いたり、小森プロもちょっとと寒すぎて、何個かね体がもう反応できなくて、せっかくのバイトを逃してしまったなんていうお話があったんですけども、そんな中でも自分は実はね、カッパの下にこれを隠して着ていたんで、まあ指先はねちょっとかじかんだりとかはあったんだけど、すっごい集中力を持ってライトリグの繊細なあたりを取りにかかることができたんですよね。でまあこれ注文したら届くのが12月の中旬だよなんていうアナウンスが来て、小森カップそれじゃ間に合わないじゃんと思ってね、あの会社の人のやつを借りて、でモバイルバッテリー持って、でね借り物で下に来ていたんですけども、そのね装備をしたところ結構な集中力を持ってね、こうライトリグを操ることができて、まあ結果ね3位っていうね順位取ることができたんで、実はねもちろんレッグワームも良かったし、小森さんの竿も良かったし、でエンジンのスーペリオっていう新しいフックも良かったんだけど、実は一番の釣り道具ってのはねこのジャケットだったんですよね。でそれはね借りていた女の子サイズのやつだったから、自分用にねちょっとこれは L サイズっていうのをね買ってきてみて、で実際に外で着てるところなんかでまたね追加で撮影できたらこんな感じのサイズ感ですよなんてねお伝えできたらななんていうふうに思うんですけども、まあまあ見た感じはちょうどいいかなってね。で結構冬の釣りの時点でそのまあ重ね着して、でだからまあちょっとねあんまりきつくなんないようにちょっとゆったりめになるかなって、通常自分だと M サイズとか S サイズがぴったりだとは思うんですけども、まあいろいろその他の防寒着も着ることを想定して L サイズで買ってみましたなんてね、まあここが光って、今これ動画では伝わりづらいかと思うんですけど、結構ねもうね暑いぐらいで、これがね最新機種のものはねちょっと高かったり、あとは日本製の日本のお店で売ってるのはね高かったりするんですけども、ネットでもう中国から取り寄せてるよみたいな感じのやつであればね、ほんとね 2,3,000 円でねこれ実は今買うことができるんで、ぜひねなんだろうな、ダウンジャケット電熱とか電熱防寒とかでね調べると、いろんな外に着るようなタイプのものから、こう内側に着るようなものから、あとね会社の人が買った別のやつはもう少し肌着みたいな、こういうダウン素材じゃなくて薄い素材のねもので、本当スーツの下とかで着ていても目立たないようなタイプのものまでいろいろあるので、ちょっとね自分のお気に入りのものを探してみればいいんじゃないかななんて思うんですけども、自分はねこう裏がこういうね最新式っぽいこういう熱をね反射してくれそうなこういう素材が配置されているモデルのものをね買ってみましたっていうところで、こっちですよね。これもねサイズは L サイズなんだけど、実はねこれそうですね12月の15、16日ぐらいに届きますよってアナウンスがあって、実はこっちが最新バージョンなんです。でこれはちょっと型落ちの何年か前のモデルなんですけども、まあ在庫処分みたいに安くて、でこれはアマゾンで今発注したらもう明日には届きますよみたいな感じだったんで買ったんですけども、同時に届いちゃったんで、じゃあこっち買う必要なかったじゃんなんて思うんですけども、実はねこっちがね実は最新バージョンですね。じゃあ早速開けていきますけども、はい、いや似たようなやつだけどね2着になっちゃいましたね。はい、こんな感じで入って届いたんですけども、はい、これねこっちがこうで、ごめんなさい、はい、間違ってました。こっちが旧型、こっちが旧型のやつで、
あの今最初に挙げてご紹介していたね、こっちが最新型のモデルでした。今ちょっと触って何が違うのってね、あの分かりづらいと思うんですけども、電熱線が仕込まれてる、位置が違うんですね。実はこっちのね旧型モデルは同じように電熱線が仕込んであるんですけど、これ今後で開けた方のモデルですね。お、なんかこんなのが入ってましたけど、ギフトカード2000円分ね。あー、そっか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 。はい、こっちもねやっぱりこういう感じで、電熱線が仕込んであって USB で温められるよっていうことなんですけども、ちょっとね机の上ごちゃっぺで申し訳ないんですが、これをつけるね、今感知しました。長押し、電源入れるね、で温度調整は変わらず3段階なんですけども、こっちのね、最初に出ていた頃のモデルっていうのは、この首周りと背中周り、あ、今もうね早速ねあったかくなってきたんだけど、この2箇所が、あ、首周り背中周りが温まるよっていうもので、でこっちが新しいモデルですね。とにかくね電熱線の位置がね増えてるんですよね。で最新モデルの2019モデルっていうのはおよそね、これね9箇所あったかくなるよっていうモデルで、でこのちょっと昔のモデルは、あ、そうですね、ここの首周りが背中周りがあったかくなってるんで、この2箇所なんですね。こういった感じでですね、違いがあるよっていうことで、まだまだね実はね12月あとね2試合ぐらい大会が残っているのと、それと1月の初めにはね、トキタボートさんで五十嵐カップね、開催されることが予告されているので、これからのね極寒の時期の釣りに合わせて、これをね、2枚買ってみました。まあね自分で使うのは1着なので、一緒に行った人とかね、あとはなんだろう、ちょっとプレゼントしたい人なんかがいるので、そういったところでですね、どうですかみたいな感じでね、使ってもらおうかな。ね、何にしてもね一回ね、使っちゃうともうちょっと後戻りできないね。最近ちょっとね朝とかね、ほんと寒いから動きが鈍くなるってことが以前に比べたらね多くなってきたんで、これでね冬の釣りなんかも朝まずめ一番放射冷却できつい時間っていうのは逃せない時間帯なんで、あったかくね楽しく釣りができるなぁなんていう風に思って、いろいろと買ってみました。で、まあ、実はね、YouTube なんかをやっていると、メールとかで、これ、無料で提供するから、動画でレビューしてみませんかなんていうのがね、届いたりするんですけども、どうなんだろうと思ってね、正直ね、ちょっとやったりしたことなかった、取り寄せてみたりしたこともなかったんですけども、あんまりにもいいんで、これに関してはね、自腹で、しかも、暴走して2着も、買ってしまいました。まあこれで今もね触ってるとねほんとあったかいんですけども、まあ例えばでこれを買ったね貸してくれた人なんかと話していると、家でまあエアコンなんかを使っていても電気代がバカにならんということで、家でパソコン作業する時なんかも暖房は消してこのダウンジャケットをね、着て足のところは電気毛布を軽くかけて、それでパチ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 ね、作業してると真冬で、エコーにね作業ができるってことで、でもちろん外に行った時も使うよっていうことで買ったみたいなんですけども、自分はねほんと極寒の、夜タチウオ釣りとかね、夜シーバスとか、あとは早朝放射冷却きつい時間の朝まずめブラックバス釣りとかね、この白パターンなんかもね引き続き、まあ最後のね、この白パターン狩りみたいな感じで、寒い時間に釣りに出かけているので、そういうところでねもう実際にね10回ぐらい使ってみたんですけども、ああもう後戻りできないなって
これは便利すぎるっていうことでね、買ってみました。で、そうですね、まあいろんなメーカーから出ているので、そうですね、自分が買ったところはどっか説明欄とかにリンクなんかもつけておこうかななんて思いますけども、まあ合わせてね、こういうアンカーのバッテリーなんかを買ってね、あったけえなっていうことで、まあね、あの引き続き現場で、これ着てますよ、どうでしたよなんていうね、インプレなんかもね、あのしていこうかと思いますので、ちょっとね、毎年ね、汗を吸い取って熱に変える肌着であるとか、あとは光電子のね、ジャケットをインナーのものとかアウターのもの買ってみたりとか、その上に厚手のね、ウィンドストッパーのウィンドブレーカーみたいなの買ってみたりとかね、いろいろ試してみているんですけども、もうね、電気で温める時代ですよって。で、その温め方は非常にシンプルですよっていうね、こういうね、ほんと最近ポケモン GO が流行ったぐらいからね、みんな外に出るときはこういった携帯のね、充電器代わりにこういうね、ポケットに入るようなやつね、いっぱい忍ばしてると思うので、こりゃ寒いっていう時にね、カチャカチャカチャってね、つけてスイッチオンでね、とんでもないあったかさが手に入るので、いかがでしょうかということで、はい、というわけでですね、本日の釣り子 TV はこちら、電熱のね、ジャケット、これ本当おすすめですよってね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。